これトカナですね。トカナってね、まあ、どっちかっていうと陰謀論とかね、ちょっとね、変な感じの記事が多いんで、また出てるんですけど、そういうの、学徒、まあね、陰謀論みたいですね、これはね、今回。学徒が、活動無期限休止を発表したと。8月上旬にキプロスから帰国後、持病の神経系疾患が悪化、一時は命に関わる重篤だったというのは、後の公式発表だが、ある人物から学徒が世界にしの支配者にとって都合の悪いことを言ったために消されかけたっていう陰謀論が出てるんですね。とんでも話がある。この人物は学徒の熱狂的なファンである実業家の女性。まあ、中にやっぱそういうちょっとぶっ飛んだ人いるんですよね。この人はね、最近は新型コロナウイルスワクチンを陰謀として世界の支配者たちがただの風邪を PCR 検査を偽装し、重病っぽく捏造し、ワクチンを打たせるように誘導した。ワクチンは人口を削減するために作られた毒で、3年か5年ぐらいすれば世界中で人が血に耐えると言っていると。非科学的なとんでも話と失笑してもそう思って当然と怒らない。だって一部の賢者しか気づかないことだから、凡人にいくら言ったってダメなの。昔の地球が丸いと言っても信じない人がいたのと同じでね、っていうふうに上から目線で言われるらしいですよ、この女性から。女性は学徒がその賢者の一人だと。なるほど。またこれはぶっ飛んだ話です。面白いですね。真実を動画配信などファンに伝えているため、命を狙われたと言っている。ああ、まあ学徒はね、ずっとね、コロナはただの風邪だってね、言い張ってました。私がワクチン反対デモをしている人間で、政府から狙われているのでは迷惑がかけられないからだ。学徒と話をしてないね、この女性はね。ただね。ただ学徒に対してそう思ってるってことね。で、その理由は、自分も政府からね、狙われているから、直接学徒と連絡を取り合うと、まあ、賢者同士でね、政府から、闇の組織から狙われるって言い張ってんのね。ぶっ飛んでるな。学徒は最近になって急に新型コロナに対する姿勢を変えた人物として知られる。マレーシアから日本のテレビ番組にリモート出演した際には、現地の厳しいロックダウンの対応を伝え、日本の対応を危機感が足りないと批判。自分たちは大丈夫っていう気持ちで行動される方が感染を広げていると言っていたが、去年の4月はそういうふうに言ってた。しかし今年の5月になってから、コロナは風邪、ただの風邪っていうふうに変わったと。今年になってね。世界的な仕掛けがありますね。誰かが得しているかなって話なんですけど、どの国が儲かっているか考えてみてください。まあ、ファイザーが儲かってるみたいなことを言ってたんですね。陰謀論をね、言ってたんですよね、学徒もね。そもそも10代は誰も死んでないんですよ。それなのにワクチンを12歳以上にするんですか。どう考えても逆に安全という根拠はどこにあるんですか。とか言ったりしてんのね。この同じ考えをしてるっていう女性はね、それよりも大事なの。それよりも大事なのは、ガクトさんが真実に気づいてくれたこと。それは飛び上がるほど嬉しかった。今回命を狙われた真相も、彼は表立っては言えなくて、持病と嘘をつくしかないんだと思います。彼の影響が大きいので、世界の支配者にとって一番危険な存在で、海外で治療するのも逃げないと危ないからです。マレーシア、キプロス、マルタ、複数の地を回っているのも支配者に追われないためです。大丈夫ですか、これ。なんか変な薬やってんですかね、こういうのね。大丈夫ですかね。学徒の影響力が大きいのは確かで、動画を見たファンからワクチン打つのやめます。学君が言うなら信用できるなどの反響があった。これでもバカにして言ってんじゃないですかね。本当なのかな。ツイッターでも、日本に帰ってからすぐ体調が悪くなったのは明らかに学徒の発言に困る人たちが暗殺未遂と書いている人もいる。はあ、なるほど、そう出ましたか。ただ、ガクトといえば何が本当で何が嘘かわからない人物。まあ、そうね。プロフィールに詐称が指摘されたり、過去の発言と矛盾する言動も多く、最近では仮想通貨スピンドルを大々的に推薦していた売り文句の違法性が報じられたが、今では一切その通貨について触れなくなった。彼が一転してコロナを風邪だと言い出しても、いつもの奇妙な言動の一つにしか見えず、病名の公表もなく、なぜか主治医が海外と言ってるところから、実はコロナ感染して重症化が、格好がつかないからではという疑いも、まあそれもありますよね。うん。
結局コロナなんじゃないのっていうね、学徒はね、何が本当なのか何が嘘なのか本学徒にも分かんなくなっちゃってるんじゃないですかね。それでもその女性ね、学徒を信奉する女性はね、最近 SNS でワクチン効果を否定していながら感染した落語家について、あれも暗殺だと学徒さんは分かっているはず。ほう、あ、いましたよね、この前亡くなったね、方ね。だから彼はこれから命をかけて真実を配信していた覚悟ではとかがあったんで、ね、こういうのな、本当にそうならば配信の内容よりも真に迫った内容になっていくはずだが、まあそうね、トカナは面白かったです。そういうことで、そういうやつがいるっていう話ですからね。トカナがそういうふうに言ってるんじゃなくて、そういうやつがいるっていう話だったんで面白かったです。なるほど、ガクトは陰謀論で狙われてるんですね、ということです。わかりました。